こんな質問来てた。大討伐戦の推奨戦力が13万ありました。これは犯罪ですか？結論、犯罪になる場合がある。この敵属性がバラバラでパーティー組みづらいね。よって無期懲役というわけで今回は、大名畳討伐戦第討伐戦第3戦やっていこうかなと思います。これね、皆さん見てください。13万あろうとなかろうと関係ないんです。クリアしました。たまたまだねこれは本当ね、動画に残せればよかったんだけど、なんかたまたまね勝っちゃったんだよね。というわけでまあ何回かやれば勝てるんだろうなって感じがするんで、ちょっと試しにねやっていこうかなと。でパーティーの組み方はねこんな感じっすね。ね、初手で一番素早さの高いナルガテールを使って、やっぱ初手 SP 回復を使ってやるのがなんかすっごい戦いやすいね。やっぱナルガテール自体は氷だから、大名ザザミにもガムートにもディノバルドには刺さらないんだよね全然刺さらないんだけど、 SP 回復要因とか、まあ、バルファルクのねあのバフかけたりする要因としてはかなり優秀なんだよね。だからまあどのパーティーにも刺さるんだなって結局思ったね。であとはヴィーランとの火の技で玉水で組み合わせてるんで、この水の技がディノバルドと戦える構成になってますね。あと SP 回復もあると。でまず真っ先にね、ディノバルトを倒したいので、そこで竜造寺をつけてると。で、ライゼックスつけてるのは、雷が、大名ザザミも、ガムートも食らったかな、確か。っていうのに刺さるので、入れてるって感じですね。はい、やっていきましょう。あと、回復技を持ってるのもでかいね。ここで、なんだかんだ最後のあたりね、なんか、3、4回ぐらい回復技使って、なんとか耐えたっていうところがあるんで、まあ、試しにやっていきましょう。なんとなくの流れだね。あとはまあ雰囲気任せでいくっていう感じにはなります。じゃあまず初手だね。初手はね、さっき言った通り SP 回復だね。これ見てください、素早さバリ早いでしょ誰よりも群を抜いて早い。ここでまずは SP 回復をしていきます。もう効果が今一つだろうが何だろうが関係ないんです。さあ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 、ただね、なるべくやっぱそうね、ずぶ濡れとかそういうのにはならない方がいいよね。はい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 。いやー、雪だるま投げてきやがったな。でここだね、ここはもうね最初からかましていきます。ずぶ濡れ、この人氷やられも素早さ下がるんか。いやー、なんかでもいろいろ上書きしてくるよね。氷やられだったり水やられだったりしてくるから、ていっ、これしっかりとSPも回復していくと。んでもってここもずぶ濡れにさせます。 65% だからちょっと危険かもしれんけど、はい、ここでずぶ濡れ水タイプの技をまずはバラファルクにかまします。これでもう一刻も早くディノバルドを倒します。ブシャー、 OK、 ナイス。やっぱ 65% は割と引けるね。さっきも引いたんだけど OK。 次なんだよね。次がね、ちょっと問題なところで、竜造寺の技を使いたいんだよね。現状、あ、でもそうか。ヴィーランとか今素早さ下がってないから、多分、このターンはヴィーランとか先に攻撃するターンになるから、このターンで、あ、でもどうしようかな。結局ヴィーランとの SP 回復の技って火だから、なるべくガムーとか大名ザザミにかましたいんだよね。だからやっぱここは、SP 回復かな。90ないとこの竜造寺の SP90 の技が出せないんですよ。なのでやっちゃおっかな、早速もう。それがいいような気がするな。そうだね、まあ、早くやっぱ倒さないと。数的優位を保つためにはね、真っ先に誰かを倒さなきゃいけないのよ。だからしょうがない、ここは。いやー、攻撃しないで、やめてやめて、もうやめて。いやー、ちょっと待ってよ。いやー、耐久こんなにないか。いや、バルファルク自体はさ、あれじゃん、耐性としては、水と氷だからちょうど今合わさってない。火だけは若干耐性あるけどみたいな感じなんですよね。んでここでさらに回避状態だね。390と280だからこっちの方が効くんだよね。ここでかまします。いいね、いいね。この技最強なんだけどな。全然食らわないよね。技の威力がないという。んで、ここでだね。
った。ここで90。これ削れるかな。いやー、そうなんやな。ここでクリティカルとか引けばかなり強いんだよね。そんでそんでよ、やっぱナルカテールやられそうなんよな。まあ、ここでもう削るしかない。いけ、お前に託した。なあ、残り 9%。 そんなバナナ。いやー、ここはねー、何回かやった方がいいね。さあ、ここなんですけど、残り 9% でしょ。いや、クリティカルでフローズンクイーンいけるんちゃいます。耐久は、あー、氷75か。うわ、耐久力あるねー。まあ、フローズンクイーンでいきましょう。どっちにしろね、ずぶ濡れだからクリティカル出る確率はかなり高いと思うんですよ。これで 9% 削れるでしょう。信じるしかない。いっけい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 け。なあ、全然食らうやないか。はい、ナルガテールさん、ありがとうございました。これね、さっきの時は、そうね、ディノバルトを削れたんですよ。さっきと全然環境が違うんだけど、どういうこと？いや、もう、風前の灯火だよな、こんなやったところで。ちょっとまあやられたらもう一回やってみよう。これはさすがに良くないわ。戦い方として良くない。この後がどっちかというと本番なのに。はい、そういうことですね。ちょっともう一回やろう。おお、そうそうそう、こういうこと、こういうこと。このターンでディノバルドを倒して、で、こっからなのよ。こっから数的優位を保って、まあ保ってつうか、このターンで多分ナルガテールをやられちゃうんだけども、ここでよ、ここで全体バフですね。これをかけます。で、あのね、ガムートの方が弱いのよ、多分。だからガムートを先に倒します。よし、こっからが本番じゃ。全然倒せんのよ、ディノバルト。あの、なんかディノバルトが最初から、あの、防御ランクが下がってるタイミングがあったのよね。多分それで勝てるんだわ。はい、次ガムートの攻撃でしっかりとやられていく。おい、単体攻撃来た。さあ、ここだね。ここで、そうだね。まあ、真っ先に SP 回復を緩和していきます。よいしょー、いいよ。よっしゃ、ナルガテール生きてるのでかすぎ。そしたら、ここライトニングブレードだね。雷地面に食らうんですよ。ここで防御ランクを下げるところが一番のメインですね、これは。下げていく。いけ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 。かっこよ。さすがですね、ライゼクスさん。かっこええわ、やっぱ。さあ、ここでよ。さあ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 。と言ってもそんなにでかいダメージは食らわせれんけどね。あ、そうか。これで、どれだっけ？これか。これでワンチャン防御力を下げるっていうのも一つの手ではあるんだけど、あ、どうしよっかな。フローズンクイーンで回避モードにするのがいいような気がする。結局は運ゲーだからね。なんだかんだ 40% って強いからね。これで回避させます。防御ランクね、1段階下がってれば多分もう B ランとの攻撃でやられるんよ、おそらく。いや、ちょっと待って、ライゼクスやられそうなんだけど。やめて、やめて、単体攻撃お願いします。マジでか、そこやられる。はぁ、でもまあさっきもね、なんだかんだでギリギリだったよね。その、竜造寺側ね。だからまあまあまあ、こうなるのはしゃあないでしょう。いけ、ナイスー。いや、こっからよ。確かだけど、このターンでね、ガムート倒してたんよ、さっきは。よし。ここも避けるでしょ。ああ、方向だった。さあ。まあでも、2対1になってる段階でも、勝敗はついてるんだけども、いやでもね、やっぱ回避してくれる可能性がちょっとあるわけだから、もうここはもうガムート倒したよ。でいっ。いけ、ナイスー。いやーでもね、回復させれる人を失ってしまったのはでかすぎる。さっきの戦いでは、ここで回復をひたすらさせつつ、なんとか生き耐えてきたっていう感じなんだよね。だから、まあ、ガムートを倒した段階で、ライゼクスも、ヴィーラントも、どっちも生きてれば、勝てるよっていう感じだね。さっきの感じでギリギリの生き残る時があんのよ。まあ、さっきがまさしくそんな感じだったんですけど、まあもう無理だから、まあまあまあ。で、あとね、この爆破やられとか、こういったものを
最初に打っておくと爆破やられでかなりダメージ食らうから、爆破やられになってなかったらそれを打った方がいい。倒し方的にはそんな感じかな。あとはもう回復したすらしつつって感じ。竜像じゃそもそもね、もう雷技もあの一回で終わりだから、だからもうそもそも回復技しか使える技ないよね。あとが水属性の技しかないからほとんどダメージ食らわないのよ。うーんって感じかな。なんだかんだでね、結構耐えるんですよね、やっぱヴィーラントって。さあここで終わりと。ここなー、竜像寺が生きてれば勝てたかもしれんのよね。いや、さっきの戦い本当に奇跡的に勝てたってことだよね。もうこんなんもう勝てんわ。今回ですね、私はまずディノバルトが攻撃力高そうだから先に削ってしまおうっていう作戦で行ったんですよね。だからおそらく誰か一人をまず倒して、そっから体勢を組み立てていくみたいな戦い方がいいんじゃないかなとは思う。なんかバランスよく攻撃するよりかはやっぱ一点集中型みたいな感じだね。ただ弱点火が2の水が1だから、まずやっぱディノバルトの方が倒しやすいんじゃないかなーって感じはするね。まああくまで私の戦ってみた感じのね、作り方なので、まあ、よければね、コメントでこういう感じで戦ったよっていうのを教えていただけるとありがたいです。というわけで今日の動画でした。バイバイ。